演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマート豚骨醤油ラーメン系おむすびを食べたいと思います。豚骨醤油ラーメンってんだ、確かラオウにあったよな。で、これはそれをおにぎおむすびにアレンジしたもの。どんな風に乗ってるでしょうね。ラーメンらしく煮卵は乗っていますが、果たしてこれがどんな味わいがしているのか。ではいただきます。豚骨醤油スープの味がしっかりとご飯に染み込んでいて、口の中に入れた瞬間に米粒の食感のところにそれが広がってきましたね。煮卵も程よかったのですが、ちょっと大きかったかなとも思いましたね。おむすびとして食べるには、もうちょっと小さい方がいいのかもしれません。ただ逆に一口できるならあのぐらいの大きさの方がいいと思いますね。無謀かもしれませんが。というわけでこちらも点数とさせていただきます。ラーメンのスープにご飯をつけるのとはまた違いますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。